不眠症とは必要に応じて入眠や眠り続けることができない睡眠障害である。それが持続し臨床的に著しい苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている場合に精神障害となる。不眠症は入眠や睡眠持続が難しかったり、 睡眠の質が悪いといったことが続いているという特徴を持ついくつかの医学的な兆候と症状を伴う医学的また精神医学的な障害であると考えられている。不眠症では一般的に気象中の機能障害が続いている。不眠症はどの年齢でも起きるが女性と高齢者ではより一般的であり特に顕著なのは高齢者である。日本では六十歳以上では 約三人に一人が睡眠問題で悩んでいる。不眠症は原発性と二次性、あるいは平存の不眠症に分類される。原発性不眠症とは医学的、精神医学的また環境的な原因がない睡眠障害である。医学的、心理学的な原因を特定したり除外することが重要であり、二次性不眠症とは身体疾患、精神障害。 薬物の使用等によるものである。薬物誘発性不眠症の原因として最も多いのはカフェインであり、娯楽薬や処方薬も原因となり得る。DSM-5 と ICSD-3 では、不眠症を原発性と二次性で分類するのをやめた。不眠症状が生じた原因の内容を問わず、臨床症状から不眠症を診断する。不眠と、 精神疾患とが並存する場合、治療は、その双方を標的にする必要がある。このため不眠症に並存疾患がある場合、2つの状態の因果関係を明らかにする必要はない。睡眠の問題を抱える人に、しばしば睡眠薬が用いられ、たまに使用されれば役立つが、定期的に長期的に用いた場合、薬物依存症や乱用につながることがある。 英国国民保険サービスにおいては睡眠薬の処方は最終手段であり、かつ数日数週間の限定でなければならないとしている。合衆ガイドラインでは最大4週間である。日本ガイドラインでは睡眠薬は現在の主流であり、成人の20人に1人が服用しているが、ベンゾジアゼピン系のリスクベネフィット比の悪さとエビデンスが乏しいまま、 抗精神病薬が適応外使用されている現状を危惧している。一部の不眠症患者では睡眠薬の長期服用する治療選択肢も許容されるが、しかしながら難治性、治療抵抗性であることは無期限、無制限のところを正当化するものではないとし、可能な限り弾薬を目指すべきであるとしている。認知行動療法には、 医薬品と同様の有効性があり、また医薬品と異なり持続的な効果が判明している。日本では、不眠症に対する認知行動療法は、保険的応外となっている。認知行動療法は、自分で行うセルフヘルプも可能である不眠の性質からは以下に分類され、不眠症患者の多くはこれらを複数訴えることが多い。種類からは、一過性。 短期、または、慢性として分類することができる。一過性不眠症、1日から数日間持続する。短期不眠症、数日から3週間持続する。長期、慢性不眠症から1ヶ月よりも長く持続する。低い睡眠の質は、むずむず足症候群、睡眠時無呼吸症候群やうつ病によって起こることも、ある。低い睡眠の質は、 回復の性質があるステージ3や、デルタ睡眠に達することができないことが原因である。うつ病は、死傷下部下垂体、副腎系の機能を変化させ、コルチゾールが過剰に放出されることで、低い睡眠の質につながることがある。夜間の多尿症は、睡眠をかき乱す。一部の不眠症は、実は、不眠症ではない。睡眠状態の誤解は、 正常な時間帯で寝ているのに入眠にかかる時間を過剰に見積もる。そのため、実際には8時間ぐっすり寝たのに、4時間しか眠れていないなどと考えることがある。DSM-4 による他に原因がない不眠症である、原発性不眠症の診断基準に従えば、診断基準 D の他の疾患が原因でなく、診断基準 E の医薬品や、 他の乱用薬物が原因でなく、診断基準 A の1ヶ月以上を持続しており、そして診断基準 B の臨床的に著しい苦痛、または重要な領域における、機能の障害を引き起こしている場合である。正常な短眠者や、正常な範囲の睡眠の乱れは、臨床的に著しい苦痛や、機能の障害を起こさないため、頻繁に問題が生じ何ヶ月にもわたり持続し、 臨床的に著しい苦痛を伴ったり、少なくない機能の障害を引き起こしているものが、不眠症である。因果関係の知識は、診断のために必要ではない。DSM-5 の診断基準に従えば、その睡眠困難は、少なくとも1週間に3夜で起こる。その睡眠困難は、少なくとも3ヶ月間持続する。睡眠医学の専門家は、 多くの異なる睡眠障害を診断するための資格を有する。睡眠症抗体症候群といった様々な障害を持つ患者は頻繁に原発性不眠症と合心されている。多くの場合、不眠症は他の障害や医薬品の副作用、心理的な問題との並存である。不眠症と診断された約半数は精神障害に関連している。 うつ病では、多くの場合、不眠症は二次的なものというより、平存とみなされるべきであり、よく精神障害に先行する。実際に、続く、精神障害の現れであることがある。うつ病の座に症状として、不眠症状が残る場合が少なくない。DSM による、物質誘発性睡眠障害には、薬物依存、薬物乱用、薬物中毒、 そして離脱が原因となることが指摘されている。不眠の原因として多いのは、物質の使用あるいは離脱によるもので、原因として最も多いのはカフェインであり、娯楽薬や処方薬も原因となり得る。カフェインでは量に比例して、睡眠時間が短くなる。バルビツール酸系、ベンゾジアゼピン系の鎮静催眠剤からの離脱中に、 薬物誘発性不眠症が生じることがあり、薬の中止から1ヶ月後までに発症し、数ヶ月間強度を減じながら持続する可能性がある。特にバルビツール酸系やヒバルビツール酸系では慢性使用により作用に耐性を生じ、不眠症に陥ることがあるが、薬剤を増量すると、今度は日中に物質誘発性が眠り症を生じうる。 金無理症は、睡眠が十分であっても日中に眠気がある状態である。入眠に問題があるが、正常な睡眠規則がある場合には、外日リズム睡眠障害の可能性がある。不眠症の合併症以下は、不眠症の症状の原因となり、また閉存することもある。 持続性の精神整理性不眠症は異常行動の一つとされる。患者は眠れないことに先入観、恐怖感、不安感を持っており、これがさらに覚醒を招き不眠を悪化させる。睡眠恐怖症とも対応は行動療法であり、睡眠衛生の改善、入眠前の睡眠を妨げる行動の強制を行う。 ベッドに入っても20分以上を覚醒する場合は、入眠不安解消のため、読書やリラックスなどを行う。入眠前の瞑想、ストレッチも検討する。人生の大きな出来事、生活上の重大な変化、前後に発生する。例えば旅先のベッド、転職、離婚、死別、試験前夜、恐怖、ストレス、不安、感情や、精神の緊張。 仕事の問題、金銭的なストレス、子供の誕生、死別といったもの。この不眠症からの回復は急速であり、数週間を要しない。また高知は酸素不足のため高知不眠症がよく見られる。精神障害患者の約80%に不眠関連の訴えが見られる。双極性障害、うつ病。 全般性不安障害、心的外傷後ストレス障害、統合失調症、創病、強迫性障害、認知症や ADHD などがある。アルコール誘発性不眠症アルコールは、不眠症の自己治療の形で入眠のために広く用いられている。しかし、入眠のためのアルコールの使用は、不眠症の原因となる。アルコールの長期的な使用は、 ノンレム睡眠のステージ3と4の睡眠の減少とレム睡眠を抑制し断片化させる。睡眠の段階の間を頻繁な移動が生じ、頭痛や尿意、脱水、発汗のために覚醒することになる。飲酒によってグルタミン反調も起こる。アルコールは体の作る天然の覚醒剤であるグルタミンを阻害する。飲酒を中止すると、 必要以上にグルタミンを生成する。グルタミン濃度の上昇は脳を覚醒するため、飲酒者は入眠や最も深い睡眠に達するために飲酒を続けるようになる。慢性的な飲酒を中止すると明疫無を伴う深刻な不眠症状を引き起こすことがある。離脱の期間中のレム睡眠は典型的な反調作用の更新の一部である。 ベンゾジアゼピン誘発性不眠症アルコールと同様に、ベンゾジアゼピンは短期間の入眠治療にて一般的に用いられているが、長期的には睡眠を悪化させる。ベンゾジアゼピンは人を入眠に導入させるが、一方では睡眠構造を混乱させ、睡眠時間を減少させ、レム睡眠時間を遅らせ、深い除波睡眠を減少させる。 オピオイド誘発性不眠症オピオイド薬は、頭痛の鎮痛効果と、催眠効果を持っているため、不眠症に用いられることがある。オピオイドは、睡眠を断片化させ、かつレム睡眠とステージに睡眠を減少させる。鎮痛、鎮静効果があるため、オピオイドは、注意深く選択された、頭痛原因の不眠に対して処方することが、適切である。しかしオピオイド依存は、 長期的には睡眠のバランスを崩し得る。不眠症の治療を決定する前に、医学的、心理学的な原因を特定したり除外することが重要である。不眠症への初回の治療アプローチには、不眠症に対する認知行動療法が推奨され、それが利用できない場合は、その他の飛躍物療法が第一に推奨される。認知行動療法は、 慢性の不眠症の短期治療として、医薬品と同様の有効性があり、薬とは異なり、治療を終えても有益な効果があることが分かっている。薬理学的な治療は、急性の不眠症における症状を減少させるために、主に用いられてきた慢性の不眠症の管理における役割は不明である。いくつかの異なる種類の医薬品は、不眠症の治療に、 効果的であるが、多くの医師は処方睡眠薬の長期的な使用を推奨しない。うつ病、呼吸の問題、慢性的な痛みのような不眠症の原因となることがある。他の医学的な状態を特定し治療することが重要である。不眠と精神疾患とが並存する場合、治療はその双方を標的にする必要がある。睡眠薬の処方は、 第一に飛躍物療法を行い、それが効果を示さない場合の最終手段である。また睡眠薬を処方されていても、飛躍物療法は6から8週間は続けなければならない。これらの治療セットが効果を示した場合には、飛躍物療法を続けながら、睡眠薬は徐々に減薬することができるであろう。飛躍物療法を並行して行わず、 単独の薬物療法を長期間行うことは最適な治療戦略ではない。小児、青年期では自閉症スペクトラム障害に対するメラトニンの使用を除いて他の障害また他の薬物の有効性と忍ぶ広死性についての証拠はほとんどなく、このため非薬物療法が優先される。昼寝をやめる夜間の明るすぎる。 環境飛躍理学的な手法は、睡眠薬に比較しても、同様の効果があり、また継続的な効果がある。睡眠薬は短期的な使用にだけ推奨されており、中止時の反調性離脱作用を伴う依存症や、体制の形成となるためである。飛躍理学的な手法は、 一時選択として、また不眠症の管理における長期的な方法として推奨されており、長期的な改善をもたらす。そのような手法には、睡眠衛生への注意、刺激制御、行動的な介入、睡眠制限療法、患者教育とリラクゼーション法がある。脳に流れる血液の温度を下げると、脳の代謝速度を下げることで、不眠症を軽減する。 いくつかの例では、睡眠日誌をつけたり、ベッドで起きたまま費やす時間を制限したり、リラクゼーション法の実施や、規則的な睡眠習慣と起床時間の維持である。行動療法は睡眠の質と統合を改善するために、新しい睡眠行動を促すよう患者を支援することができ、それには、睡眠時のリラックスのための健康的な睡眠習慣の学習や、 高療法によって体内時計を規則化させたり心肺軽減法を併用するといったものがある。システマティックレビューはアロマテラピーが睡眠の質を改善することを見出している。脳波フィードバックは不眠症の睡眠時間の改善と睡眠の質にも有効性を実証している。刺激制御法はベッドや睡眠一般に関連した患者の否定的な反応に 対する治療である。刺激制御法はよく睡眠衛生の考えと交互に用いられ、睡眠環境の管理の手順を含んでいる。このような環境改善には、以下のようなものがあり、ベッドを睡眠と、セックスにのみ用い、読書やテレビを見るといった活動には用いない。また、週末においても毎朝同じ時間に起きる。また、 眠気が生じてきて、眠れそうな時に飲みベッドに行く。またベッドに入ってから合理的な時間で睡眠にならないなら、ベッドを離れて他の場所で活動する。そして、眠りに落ちるための主観的な試みと労力を減少させる。また、夜間の明るい光への暴露を避け、そして、昼寝をなくす。昼間に運動をすると夜に寝つきが良くなることがある。 もしもそれで問題が解決するのであれば、そのようにすることが最も自然で害がないであろう。睡眠衛生午後はカフェインを避ける就寝前は、VDT 作業をしないベッド周りの環境を整える。睡眠衛生が悪いというのは、入眠を妨げるような入眠前、行動パターンや、就寝環境のことを指す。以下の行動は、睡眠衛生の改善につながる。 薬物治療を行う前に睡眠衛生指導を行うよう日本睡眠学会は勧告している。認知症患者の睡眠障害に対して薬物を用いない方法では抗療法が有効だとするランダム化比較試験が複数存在する。認知行動療法認知行動療法の不眠症に対するものは CBTI と呼ばれ典型的には最初の初セッションで 患者教育を後の2セッションで認知療法を行う。CBTI は中から高品質レベルのランダム化試験によって効果が確認されている。NHS ではいくつかのケースで CBTI が推奨されるとしている。米国内科医学会ガイドラインでは慢性不眠への初期治療に CBTI を推奨している。王立合衆総合医学会ガイドラインでは 慢性不眠への第一選択肢は CBT でなければならないとしている。しかし、日本では、不眠症に対する認知行動療法は保険適用外となっている。服薬中止に至ったものは33%である。75%に臨床的な改善が認められる。日本では、不眠症に対する認知行動療法は健康保険の適用外であり、 認知行動療法が実施可能な医療機関はごく限られている。日本睡眠学会ガイドラインでは、そのような現状を鑑み、睡眠薬による薬物療法に、先立って認知行動療法を第一選択に置くことは、実効性に乏しいとして、常用量で治らない不眠症患者に対して、認知行動療法の適用を考慮するとしている。 2015年の OECD 報告は、日本は、軽中程度の精神疾患患者に対しては、心理療法を中心とした治療を提供できるよう、根拠に基づいた治療プログラムの整備を進めるよう、韓国し、日本は、心理療法を提供できる、心理士が、人口10万あたり5人しかいない点を挙げている。さらに他国に比べ無き精神薬の処方量が高い。 ことが懸念され、より少量へと規制する方向での制度改定が進んでいる。セルフヘルプも可能で、4週間でぐっすり眠れる本や、短期睡眠行動療法と呼ばれる、自分でできる、不眠克服ワークブックなどを使うこともできる。認知行動療法は、心理教育、睡眠衛生、良好な睡眠環境の創出。 睡眠時間制限療法、認知再構成法、睡眠日誌の活用、問題解決法、リラクセーション、マインドフルネスなどから構成される。瞑想瞑想は、不眠症の治療に推奨されている。瞑想の師であるゴータマシッダールタ、またの名であるブッダは、慈悲の瞑想の実践をリラックスと安眠をもたらす、方法として推奨していることが記録されている。 瞑想の苦毒の一覧に最初に書かれているものである。最近の研究が結論している。マインドフルネスな実践は、心と体の落ち着きのなさと不眠症の自覚症状を減少させる。またマインドフルネス認知療法は、落ち着きのなさや、心配を含む機能不全な睡眠関連の思考と、減少させることで睡眠を促す。多くの不眠症者は、 休息を得るのに睡眠薬や鎮静剤に頼っている。多くの場所において不眠のケースの95%以上に処方されている。成人において睡眠補助薬が処方されている比率は年齢に伴って上昇する。2005年から2010年の間ではアメリカの20歳以上の成人の約4%が過去30日の間に 処方の睡眠補助薬を服用していた。2009年の日本の一般成人における睡眠薬3ヶ月処方率は4.8%に至っている。睡眠薬の使用率は20から39歳で約2%で、50から59歳で6%に増加し、80歳以上は7%に達する。ベンゾジアゼピン系と 新しい非ベンゾジアゼピン系のような鎮静剤は身体依存の原因となり慎重に減量させていかないと離脱症状が現れることがある。ベンゾジアゼピン系と非ベンゾジアゼピンの睡眠薬には日中の倦怠感や自動車事故、認知機能の低下と転倒と骨折など数々の副作用がある。特に高齢者はこれらの副作用に敏感である。 ヒベンゾジアゼピン系のゾルピデムとザレプロンは睡眠維持の有効性を十分に実証していない。いくつかのベンゾジアゼピン系は短期間において睡眠維持の有効性を実証しているが長期的には耐性と依存症につながる。不眠症のための既存の治療薬よりもさらに有効で安全であることが証明された薬が開発中である。体系的に比較すると ベンゾジアゼピン系と非ベンゾジアゼピン系は抗うつ薬より優位というわけではなく同様の有効性である。ベンゾジアゼピン系はより多くの薬物有害反応の傾向があり優位ではなかった。不眠症のための睡眠薬の慢性的な使用者は薬を服用しない慢性的な不眠症患者よりも睡眠が良くない。実際に慢性的な服薬者の方が服用しない 不眠症患者よりも定期的な夜間覚醒が多い。さらなる文献のレビューは、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬と非ベンゾジアゼピン系は、個人と公衆衛生に対して不当なリスクの原因となり、長期的な有効性の証拠がないと結論している。そのリスクには、依存症や事故、その他の副作用が含まれる。睡眠薬の長期的な使用者が、 徐々に中止することで、睡眠を悪化させることなく、健康を改善することにつながる。睡眠薬は、最小有効量で数日に限って処方され、高齢者においては可能な限り避けるのが望ましい。アルコールや睡眠薬は、長期的に服用してから突然やめると、著しい反調性不眠のために、当初の効果がなくなっても服用を続けることがあり。 効果を補うため副用量を増やせば反対に日中への持ち越し効果により過度の眠気や集中力低下、発語の不明瞭夕方の落ち着きのなさが生じることがある。21世紀における国民健康づくり運動において睡眠の確保のために睡眠補助品やアルコールを用いることがある人の減少を目標としていたが全国平均が増加したという最終結果が 報告されている。2013年には厚生労働省と日本睡眠学会によって睡眠薬の適正な使用と休薬を見据えたガイドラインが公開されている。睡眠薬とアルコールの併用は原則禁忌である。ベンゾジアゼピン不眠症のために最も一般的に処方される睡眠薬の種類はベンゾジアゼピン系である。すべてのベンゾジアゼピンは ガバー受容体に対し非選択的に結合する。しかし、特定のベンゾジアゼピンは、他のベンゾジアゼピンよりもガバー受容体における、α1 サブユニットに対する作用が強い。α1 サブユニットは、鎮静、運動障害、呼吸抑制、健忘運動失調、また行動の強化と関連している。α2 サブユニットは、高不安作用や、 脱抑制に関連している。このため特定のベンゾジアゼピンは他のものよりも不眠症の治療に適している。ベンゾジアゼピン系の睡眠薬にはテマゼパム、フルニトラゼパム、トリアゾラム、フルラゼパム、ミダゾラム、ニトラゼパム、クアゼパムなどがある。これらの薬は体制と身体依存を形成し、中止時にベンゾジアゼピン離脱症候群につながり、 とりわけ長期間の定常的な使用後には顕著である。ベンゾジアゼピンは薬物乱用、アルコール乱用の経歴を持つ患者には使用を避けるか極めて慎重に処方すべきである。ベンゾジアゼピンは無意識に誘導し浅い睡眠を促し深い睡眠に費やす時間を減少させるため実際には睡眠を悪化させる。他の問題としては 短時間作用型の睡眠補助薬を不眠症に定常的に使用していると日中の反調整不安を生じさせる。ベンゾジアゼピンは睡眠の開始を助け、睡眠時間を増やすが、深い睡眠を減らしやさい睡眠を増やす。不眠症におけるベンゾジアゼピンの利益に関する証拠は少なく、重大な害についての証拠がありながら、処方は増加し続けてきた。 多くの人にとって、不眠症に対するベンゾジアゼピンの長期的な使用は、不適切であると認識されており、ベンゾジアゼピンの長期的影響について、有害な副作用の懸念があるため、徐々に減薬し、断薬することが推奨される。日本睡眠学会及び厚労省科学班のガイドラインは、常用量の睡眠薬で効果が不十分な場合に、 睡眠薬の多剤併用がより有効であるという証拠がなく、副作用の危険性を低減するためにも、多剤併用はできるだけ避け、特に3種類以上のベンゾジアゼピン系ないし、非ベンゾジアゼピン系の併用は避けなければならないとし、そして臨床上容量の使用でも増量は危険性と、利益を慎重に考慮し、長期連用による二次性不眠症の可能性も検討し、 睡眠衛生や認知行動療法といった代替の治療法も検討すべきであるとしている。高齢者においてビアーズ基準など控えるべき薬剤一覧に掲載されている。日本医師会、日本老年医学会の手引きでは長時間作用型とト,トリアゾラムは使用すべきではなく、他のベンゾジアゼピンは可能な限り使用を控え、使用するにしても短期間、最低量であるとしている。 しかし実態は、多くの日本の医師は無関心であり、万全と投与し続ける傾向にある。ヒベンゾジアゼピン系ヒベンゾジアゼピン系の、新生催眠薬には、ザレプロン、ゾルピデム、ゾピクロン、エスゾピクロンなどがあり、これらは、軽度から、中等度の不眠症に適用される、睡眠薬の新しい種類である。睡眠までの時間を改善する効果は、非常に小さい。 これらは、ガバー受容体複合体のベンゾジアゼピン結合部位に対して、ベンゾジアゼピンと同様の作用を示す。非ベンゾジアゼピンは選択的に作用し、睡眠の導入に用いられ古いベンゾジアゼピンよりも副作用の特徴が低い。ゾピクロンと S ゾピクロンはベンゾジアゼピンに似て、非選択的に α1、α2、 α3, α5 ガバーのベンゾジアゼピン受容体に作用する。ゾルピデムはより選択的であり、ザレプローンは α1 サブユニットに選択的である。それは睡眠の仕組みに対して選択的であり、副作用が少ないなどの点に対して、ベンゾジアゼピンより優位である。非ベンゾジアゼピン鎮静細耳薬は、ベンゾジアゼピンに比べて、 ガバー受容体の α1 サブユニットに対して緩やかに作用し、作用は中程度のため中度から重度の不眠に対しては効果が期待できない。しかし、これらの非ベンゾジアゼピン系の薬がベンゾジアゼピン系に優れているかどうかについては議論がある。これらの薬も精神的依存、身体的依存を起こすと考えられており、 従来のベンゾジアゼピンよりは小さいながらも、記憶と認知の障害や、気象時の沈静を起こす。日本睡眠学会ガイドラインでは、高齢者の原発性不眠症に対しては、非、ベンゾジゼピン系睡眠薬が推奨される。ベンゾジゼピン系睡眠薬は転倒、骨折リスクを高めるため推奨されない。日本医師会。 日本老年医学会の手引き、高齢者では、万全と処方せず、減量、中止の検討が必要である。オレキシン受容体喫抗薬スボレキサンとは、睡眠を促すのではなく、覚醒状態を抑制するため、ギャバに影響を及ぼし習慣性と依存性があり、短期的な使用が推奨されるベンゾジアゼピン系や、非ベンゾジアゼピン系とは異なった、副作用により、 長期的に使用できるとされている。FDA の説明資料では、慢性的に使用した後の急な中止によって、半調性風眠や離脱作用が生じないとされ、臨床試験では3ヶ月から12ヶ月の使用の後にもそういった現象は観察されていない。抗ヒスタミン薬ドリエルのような、抗ヒスタミン薬のジフェンヒドラミンは、処方箋の不要な睡眠補助薬が広く用いられている。 アメリカやカナダにおけるユニサムのようなコーヒスタミン剤のドキシュラミンも同様である。これはアメリカで入手可能な一般医薬品の中では効果的な鎮静剤であり、いくつかの処方薬よりも鎮静作用がある。日本にはジフェンヒドラミンの医薬品が存在し、添付文書には連用せず2、3回までの使用に留める注意が書かれている。 ジフェンヒドラミンの鎮静作用に対する耐性は非常に早く形成され、3日後にはもはや偽薬と同等の効果である。不適切に用いられた場合、小さな精神依存につながることがある。日本睡眠学会及び厚労症科学班は市販の睡眠薬を不眠症の治療の目的で長期に使用すべきではないと勧告している。 2015年のシステマティックレビューでは、ジフェニヒドラミンの使用を支持するための強い証拠はない。抗鬱薬抗鬱薬のうち、アミトリプチリン、ドキセピン、ミルタザピン、トラゾドンなどは鎮静作用を持ち、それらは不眠症の治療に処方される。アミトリプチリンとドキセピンには、抗ヒスタミン作用、抗コ,コリン作用作用、 また、高アドレナリン作用があり副作用の特徴の原因になっており、ミルタザピンの副作用は主に高ヒスタミン作用であり、トラドゾンの副作用は主に高アドレナリン作用である。一部は睡眠構築を変化させる。ベンゾジアゼピンと同様、抗うつ薬を不眠症の治療に用いた場合、離脱の影響につながる反調整不眠を引き起こす。ミルタザピンは、 睡眠先人を減少させ睡眠の効率を高め、うつ病と不眠症の両方を持つ患者において、睡眠時間の総量を増加させることが知られている。しかしまた、スリや酸関係の抗うつ薬は睡眠障害の原因となる周期性脂肪運動障害を誘発したり、悪化させることがある。メラトニンメラトニンは、消化体で合成されるホルモンであり、睡眠サイクルを制御している。 暗所や、通常は夜間に血中に分泌され、睡眠のサイクルを制御している。日本睡眠学会ガイドラインでは、メラトニンは睡眠リズムの異常には効果があるが、一般的な不眠症には効果が乏しいとしている。ラメルテオンは、メラトニンと同様に、メラトニン受容体に作用し、その研究結果は良好である。ラメルテオンとタシュメルテオンは、メラトニンのリズムを変えて、 明らかな否定的な影響なく睡眠時間を増やす。乱用の証拠はほとんどなく、しかしメラトニン系の大抵の薬剤は長期的な副作用についてはまだ十分には明らかではない。ラメルテオンを服用する場合は寝る直前に服用するのが良い。ラメルテオンは日本、米国 FDA で認可されているが一方で 欧州エマは不眠への効果の根拠が不十分であるとして2008年に不認可としている。ラメルテオンは他の不眠症治療薬による治療歴や精神障害の起用がある場合には効果が確認されていない。研究によれば自閉症スペクトラム障害、学習障害、注意欠陥、多動性障害、また他の関連した神経疾患の子供たちに メラトニンの使用が有益である場合がある。こうした子供たちは病気のために睡眠の問題をしばしば持っている。例えば ADHD の子供には多動性による入眠障害があるため日中の大半の時間は疲れた状態にある。ADHD や前述の他の障害を持っている子供たちは眠るのを助けるために就寝前にメラトニンを服用すれば 睡眠のサイクルが制御できる。メラトニンはアメリカやイギリスでは医薬品ではなくサプリメントとして市販されている。他の国では医薬品として販売されている場合がある。日本では個人輸入によって入手できる。メラトニンは忍ぶ広し性が高く依存性がない。ベンゾジアゼピン系の使用に抵抗のある小児科でも用いられてきた。 2015年のシステマティックレビューでは、薬局などで購入できるメラトニン、ジフェンヒドラミン、バレリアンについて、メラトニンの特に除蜂剤は、不眠症の高齢者において特に入眠、睡眠の質に効果があり、忍ぶ広姿勢も良好であったが、他の薬剤や、通常のメラトニンでは限られた効果を示していた。厚生神病薬不眠症に対する、 抗精神病薬の低用量の使用は一般に推奨されておらず、利益に関する証拠はほとんどないが、有害な副作用の懸念がある。精神病ではない不眠症患者に抗精神病薬を日常的に投与することは推奨されない。副作用に関する懸念は高齢者での方が大きい。アメリカ精神医学会は、成人の不眠症に対し抗精神病薬を 継続的に最初の治療としてはならないと勧告している。日本でもエビデンスが乏しいまま、抗精神病薬が適応外使用されている現状が危惧されている。抗精神病薬は、始発性ジスキネジアやアカシジアといった、睡眠関連運動障害の原因となることがあり、また、ムズムズ足症候群や、周期性死死運動障害を誘発させたり悪化させる。 ことがある。統合失調症患者における、抗精神病薬は、しばしば、熱気の悪さ、中途覚醒、睡眠の質の悪化、か眠りなど、睡眠障害の原因になる一方、ヒスタミン受容体やセロトニン受容体に喫抗作用の、ある定型、非定型抗精神病薬は鎮静作用があり、中でも、リスペリドニアオランザピンなど5 h t に 受容体により選択的に喫抗する否定形。抗精神病薬は、統合失調症患者の睡眠の質、量、熱気を共に改善させうる。セロトニン 5HT に受容体に選択的に喫抗する抗精神病薬のボリナンセリンなどが、不眠症の治療の目的でも調査されている。漢方薬漢方薬においては、いわゆる睡眠導入剤は存在しない。 不眠症への漢方処方では、全身状態への改善により自然な眠りが訪れる、要調整する。神経症性不眠や神経質性不眠の患者で、睡眠導入剤の依存傾向を作りやすい場合、漢方薬が第一選択肢。睡眠導入剤から漢方薬への切り替えは、困難なことが多いが、2から4週間以上の時間を置いて行うべきである。 経過の判定には4週間以上を見る必要がある。代替薬いくらかの不眠症患者は、バレリアン、カモミール、ラベンダー、医療大麻、ホップ、アシュワガンダ、パッションフラワーのようなハーブを使用している。バレリアンについては、複数の研究があり、効き目が穏やかなように見える。L アルギニン、L アスパラギン酸、S アデノシルエル、ホモシステイン、 デルタ睡眠誘発ペプチドも不眠症の緩和に役立つかもしれない。精神薬理学に掲載された1973年の研究では、傾向投与された THC が9人の健康な被験者で、睡眠戦時と睡眠の中断の頻度を優位に減少させた。麻酔と鎮痛に2010年に掲載された研究では、 繊維筋痛症の患者の睡眠の質の改善において、合成 THC は、抗うつ薬のアミトリプチリンよりも有効であった。2017年のシステマティックレビューでは、大麻の成分テトラヒドロカナビノールでは、入眠しやすくするが睡眠の質を損なう可能性を示し、全般的に研究の初期段階にある。 アメリカなどで医療大麻の使用が認められており4276人の回答からは約7割が不安、不眠、痛みに用いており、不眠症では60%が他の薬から大麻に置き換えたり薬の量を減らすことができたという。2015年のシステマティックレビューではバレリアンの使用を支持するための強い証拠はない。バルビツール酸系は 副作用のリスクが高いため、日常的に処方することは推奨されない。アメリカ睡眠学会は、児童の不眠に対して睡眠薬を処方してはならないとしている。児童に対し米国 FDA が認可している。睡眠薬は存在しない。代わりに行動療法を勧告している。80歳以上の女性は20%以上が、睡眠薬を服用している。 アメリカ老年医学会及びカナダ老年医学会は、高齢者の不眠に対して睡眠薬を第一、選択肢としてはならないとしている。米国内科医学会ガイドラインでは、高齢者の不眠に対し、CBTI には中程度のエビデンスが存在すると、しているが、薬物療法についての利益を決定する根拠は、不十分であるとしている。日本老年医学会ガイドラインでは、 高齢者の不眠症に対しては、第一に飛躍物療法を実施すべきとしている。日本睡眠学会も、飛躍物療法は有用であるとし、薬物療法の前に睡眠衛生指導を行うよう、推奨している。日本においては、日本老年医学会は睡眠薬の有用性は、認めるが、推奨度は低い立場である。反対に、日本睡眠学会は、 睡眠衛生指導の効果は認知行動療法に比較して限定的であり、睡眠衛生指導では薬物療法を十分には代替できないという立場である。日本睡眠学会は日本では不眠症に対する認知行動療法は健康保険の適用外であり、認知行動療法が実施可能な医療機関はごく限られており、日本睡眠学会は 睡眠薬による薬物療法に先だって認知行動療法を最初に考慮することは実効性に乏しく常用量で治らない不眠症患者に対して認知行動療法の適用を考慮するとしている不眠症は短期的あるいは長期的である睡眠障害の予防には同じような時刻での気象と入眠を保つというような一定した睡眠予定の維持が含まれる また、睡眠時刻の8時間前からカフェインを含む飲料を避けるべきである。運動は不可欠で睡眠への過程の助力となるが、就寝時間の前には運動しないことは重要でそれゆえ静かな環境を整えるようにする。自分の寝床は睡眠とセックスのためにのみ用いることにすべきである。これは睡眠衛生を含むいくつかの要点である。 不眠の10万人あたり、生涯調整生命年のデータマイナス2 5 2 5 3 0 2 5 3 0 2 5 3 6 3 6 4 1 5 4 1 5 4 7 4 7 5 2 5、63. 5 2 5 5 8 5 8 6 3 5 6 3 5 6 9 6 9 7 4 5 7 4 5 8 0 8 0米国における調査では、 成人人口の6から10%が診断基準を満たしており、その経済的コストは300から1070億ドルと推定されている。合衆における調査では、成人人口の11から33%が入眠困難、または睡眠持続困難を訴えていた。日本人を対象にした調査によれば、5人に1人が睡眠で休養が取れていない。 何らかの不眠があると回答している。日本では、成人の30%以上が、入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠困難などいずれかの不眠症状を有し、6から10%が不眠症に罹患しているとされる。日本では、不眠症状の有病率は、入眠困難が9.8%、中途覚醒が7.1%、 早朝覚醒が6.7%である。不眠は女性の方が男性よりも40%以上も一般的である。危険因子米国における医師110万人に対しての調査によれば1日に7時間前後眠っている人が最も死亡率が低い。6時間未満や8時間以上の睡眠の方が死亡率が高かった。 また、1日に8.5時間以上の睡眠をとると、死亡率は15%増加していた。また、深刻な不眠を持つ人も、死亡率は15%増加していた。最も死亡率の低いグループは、1日あたり6.5から7.5時間の睡眠であった。しかし、1日4.5時間のみ眠るグループにおいても、死亡率はほんの少ししか上昇していない。 つまり多くの人々にとって中程度の不眠であれば寿命は延長され重篤な不眠でも死亡率への影響はほんのわずかである。また患者が睡眠薬を服用しない期間が長いほど不眠に起因する死亡率上昇はほとんど見られなくなるが寿命延長につながるかはわからない。患者は不眠のことを心配しまた不眠は不快なこともあるが しかし、不眠自体は、寿命延長と関連性があるとされている。なぜ8.5時間以上の睡眠が死亡率増加につながるかは不明である。慢性的な睡眠不足状態にある人は高血圧、糖尿病、脂質異常症、心筋梗塞狭心症などの冠動脈疾患や脳血管障害といった生活習慣病にかかりやすい。 また免疫力を低下させ、インフルエンザなどの感染症や、がんの誘引や、増悪因子になる。政府機関診療ガイドライン。ありがとうございます。